こんにちは、サードルです。今回はこちらはですね、運営さんからまた新たに告知が来ましたので、毎度おなじみモンスターハンターライダーズニュースと、今回は運営さんに対して僕が思うことっていうのを申し訳ないですけど、お話しさせていただこうかなと思います。はい。で、まずこちらですね、イベントの告知なんですけども、試練の方から属性のショーがやってきます。で、これも配信期間ですね、っていうのが、1月の5日、明日の11時から、1月29日の10時59分までとなっていまして、これが今ツイッター上等で結構問題になってるんですよね。っていうのが、この配信期間がまず問題があって、この明日からっていうのがめちゃめちゃ闘技大会に被るんですよね。っていうので、別に闘技大会と被るのは問題ないんですけども、闘技大会より前にスタートしてて、闘技大会と被るならまだわかるんですよ。もしくは闘技大会が終わってからスタートっていうのだったら全然いいんですけども、闘技大会期間の途中で始まって、闘技大会期間中やるんですよね。っていうのが結構今問題になってる理由でして、これがじゃあなんで問題なのかっていうのがお話なんですけども、このイベント皆様も知っての通り、パーティー特性のレベル上げができるんですよ。で、一応現状を見てみると、入手できるアイテムが白の記憶石とクルエの記憶石なんですよね。ってなってくると、このパーティー特性上げれるものが結構影響が大きいものが上がるんですけども、こちらですね。この白のパーティー特性っていうのが余ダメージが伸びるんですよね。で、レベルを見てみると、大体皆さん3レベル。僕はちょっと章を使って強引に4レベルにしてるんでちょっと高いんですけども、これ3レベルの人がほとんどだと思うんですよ。ってなってくると、与えるダメージが 4% 増加なんですよね。僕の場合も 5% 増加なんですけども、これが次イベント来ると多分皆さんレベル5にできるんですよ。現状って、どんなにガチで頑張ってる人でもマックス4しか上がらないんですよね。っていうのが、次のイベント来た瞬間にレベル5まで上げることが多分できるかなと思うので、ってなってくると、ここの余ダメージっていうのが 5% から 8% もしくはひどい方は 4% から 8% で 4% とか 3% 余ダメが伸びるんですよ。で、なってくると闘技大会って基本的に余ダメージが勝負になってきてて、そこが高ければ高いほどスコアに与える影響ってめちゃめちゃ大きいんですよね。で、それがこのイベントの後に闘技大会を始めるか、イベントの前に闘技大会を始めるかで全然スコアの伸び方が変わってくるので、ここがまず一つ目の大きな重要なポイントですね。で、もう一つが、これをすることによって余ダメが変わってしまうので、今まで頑張ってチケットを砕いたりとか応募を砕いて、結構皆さんギリギリまで削ってから最後とどめ記憶石で削りきりみたいな立ち回りをする人が多いかなと思うんですけども、そのギリギリの調整がこのパーセンテージブレることによってできなくなるんですよ。でも、このパーセンテージ高くて立ち回った方が絶対にスコアは高いというのは決まってるので、レベルを上げない手はないんですよね。でもレベルを上げてしまうと、今まで組み上げてきた立ち回りが全部崩れてしまうみたいな人も出てくるかなと思うので、まあ僕もですね、結構ギリギリ調整とかをやってたので、まあそこが結構狂うかなと思うんですよね。っていうのも含めて、結構これが厳しいというか、まあ皆さん賛否分かれてるところなのかなと思います。はい。で、これに対してなんですけども、僕の意見ですね。僕の意見に関しては、できれば一番の理想ですね。一番の理想は、闘技大会期間が終わってからこの試練の祠を始めるっていう風にイベントの延期をするっていうのがまず一番丸いのかなと、てか一番いい解決策なのかなと思うんですけども、あともう一つ多分解決策があるかなと思ってて、それが今まで挑んだ回数分のオーブだったりとかチケットを全部ユーザーに返還するってやり方なんですけども、これに関してはだったら逆に今まで挑んだやつの得じゃんみたいな感じになってしまうかなと思いますので、それはそれでまた別のヘイトを貯めるかなと思うんですよね。なんで一番いいのは、間に合うかはちょっとわかんないんですけども、属性の祠ですね、これの開始を闘技大会終了後からスタートっていうのに変更してもらうのが一番ユーザーは起こらないのかなっていうのが正直な意見ですね。はい。で、これに対してなんですけど、僕も今までいろんなソシャゲをやってきてて、まあ、例えばバクモンっていうゲームで世界一取らせてもらったりとか、デュエルリンクスっていうアプリでアジアで上位入らせてもらったりとか、まあ、パズドラもランキングダンジョンっていうのがあって、ずっと上位引退するまで 0.1% 保って王冠コンプしたりとか、いろんなゲームで僕も結構ランカーをさせていただいてたんですよね。で、モンハンライダーズに関しても前回の闘技大会ですね、3位を取ることができまして、結構ガツガツにやってたんですけども、今までソシャゲいろんなのをやってきてて、闘技大会期間中というかランキング系が合ってる期間中にランキングに影響を与えるイベントだったりとかキャラの実装するゲームっていうのが僕初めてなんですよね。で、まあ他のソシャゲちょっとそれ以外ほぼ触ってないので、もしかしたら他のソシャゲ界隈からしたら当たり前なのかもしれないんですけども、今までのユーザーの方のツイッターの意見とかも見る感じだと正直よろしくないのかなと
思うところが僕も含めあるので、できればこれ延期できるんだったら延期で、できればあの動画見てくださってる方で、まあ、同じ意見持っていただけてる方は運営さんへの問い合わせでできれば協力していただいて、延期の声をちょっと大きくしていただけると個人的には嬉しいんですけど、まあ言ってね、まあそこまで言うんだったらじゃあライダーズやめろよって言われると思うんですけども、まあ僕どうしてもやっぱライダーズが好きなので続いてほしいっていう意味も兼ねて、これがこのまま実装してしまうとおそらくガチ勢の人で引退を考える人が出てくるかなと、結構そういった声も今ツイッター出てるんで、まあ多いかなと思うんですよね。そういうのもあって僕もライダーズ続いてほしいですし、まあ運営さんがそう決めるなら従います。もちろんもうそのゲームをプレイさせてもらってる側の人間なので、まあそれは従うんですけど、できればですね、期間を伸ばしていただけると個人的には嬉しいかなと思うっていうのが正直な意見ですね。はい。ではこのイベントの内容に触れていくんですけども、属性の祠ですね、今回から特攻キャラが出てきます。で、星5のシエルとゴルドと星5クルーエ、カイエン、リューマリとオズマ、こちらが特攻で余ダメージが 50% アップしますので、このキャラを編成することによってより簡単にクリアができるのかなと思いますっていうのと、難易度の緩和が入ってますので前回ほどの鬼畜の難易度ではないのかなっていう感じですね。っていうのと、一応周回要素に関してなんですけども、前回は報酬が20倍になって周回してくださいねって感じだったんですけども、今回は前回層をクリアした時点で全部のアイテム交換ゼニー以外ですねできるようになってるみたいですので、まあ、そこも周回要素はなくなってるのかなっていう感じですね。で、続きましてその試練の祠実装にあたってログインボーナスも入りまして、これも明日からですね。で、配布アイテムっていうのがスタミナ剤10個と星5ライダー新宝珠、ゼニー獲得クエストと星5ライダー宝珠と星3ライダー新宝珠で、これに関してはまあ人によってランダムでこの 1,2,3 のどれかが当たりますので、まあこれは狙いのやつ当たるようにまあお祈りしながら、ライダーカリンとかめちゃめちゃ当たりになってくると思うので、この辺をお祈りしながらログインをしていただくっていう風になるのかなと思います。で、最後にこちらですね、試練の祠属性の章龍騎祭ガチャが来まして、今回ピックキャラっていうのがヒバル、面会空母、マリアンナですね。この3体がピックになってまして、お供に関してはベリオロス、雷ベリオロス、水オーガが対象になってるみたいです。で、優勝ガチャも来るみたいなので、狙いのキャラいる方はまあ引きに行ってもいいんじゃないかなと思います。僕に関しては今回これライダー全部コンプしてるのでスルーしようかなと思いますっていう感じですね。はい。で、あとは今回新たに新限界突破が面会空母とマリアンナ入ってるんで触れていくんですけども、で、まず面会空母からですね、新しく覚える新限界突破の技がこちらになりまして、ソウルダンス、これが SP 効率7点ちょっとありまして、自身に継続回復4ターンできますよっていう竜のアタック技ですねがつきまして、まあ、こんな感じで、まあ、より耐久とかなんで、まあ SP 軽くて攻撃力を打てるので、ちょっとした調整とかでも使いやすいのかなっていう印象ですね。で、続きましてマリアンナなんですけど、マリアンナが覚えるのはこちらですね、 SP60 の190の2回なんで威力が380ですね。なんで SP 効率が6を超えていまして、 30% の確率で裂傷不要になってますので、これはおそらく抽選は2回入るのかなと思います。で、こんな感じで裂傷不要技が低 SP で打てるやつが来るので、まあ、これも使い勝手はいいかなっていう感じですね。で、全体に打てるので、まあ優秀かなっていう風に思います。はい。っていう絶対裂傷技が来ますので、このあたりは単純に強化はありがたいかなと思いますっていう感じですね。皆様も今回の属性の祠に関してですね、思うことがあれば、まあコメント欄だったりとか運営さんへの意見ですね、問い合わせで投げていただけるといいのかなと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。これからもモンスターハンターライダーズの動画ガンガン上げていきたいなと思っていますので、一緒にモンスターハンターライダーズ楽しみましょう、盛り上げていきましょうって方はチャンネル登録、高評価ぜひぜひお願いします。バイバイ。